クレカン賞、クレカン賞、クレカン賞、クレアトールは、アメリカ合衆国ハワイ州の島、オーシャンアイランドとも呼ばれる。研究員以外は、住民がおらず、半無人島となっている。クレカン賞は、北西ハワイ諸島の西北端、国際日付変更線の東方役にあり、世界で最も北にある干賞である。浅い赤光、幅約1 0トル。 6マイルのほぼ円形をしたサンゴ礁が囲んでいる。陸地の総面積はで、そのうち目立つのは南東部のグリーン島のみでを占めている。クレカン礁はハワイ州の一部であるが、州の大半の島とクレカン礁の間には、ハワイ州に属さず連邦直轄のであるミッドウェイ島、カン礁が存在する。クレカン礁はミッドウェイカン礁より離れた場所に位置する。 時間帯は、ハワイ州共通のアトックマイナス10、ハーヤリューシャン標準時であるが、東隣のミッドウェイ島より1時間進んでいる。クレカン省には、気候観測所が設置されていないため、下表のデータは、ミッドウェイ島のページより引用した。北海域線より、北となる北緯28度25に位置しているが、気候は、年中快適な気温のサバナ気候。 結編の気候区分では王である。降水は1年を通じおおむね均等だが、5月と6月の2ヶ月間は寒気に分類される。クレカン症の地質学的歴史はおおむねミッドウェイ島と似ているが、と呼ばれる場所により近い。このポイントの井戸では、様々な物理的力による産後礁が成長する速度と消失する速度とがちょうど等しくなっている。 太平洋プレートの動きによってくれ干渉はゆっくりと北西に向かって移動し続けているが、水の温度がサンゴとサンゴもの成長にとって冷たすぎるため、サンゴ礁はアイソスタシーによる山の沈降分を埋め合わせるだけの成長量を維持できず、水没しつつある。想定外の地形進化や地球温暖化がなければ、他の火山の一員となり始め、やがて天皇宮群を構成する。 三五礁の頂上のみが水面上に残った地形となっていく。なお天皇宮マ軍を構成する地形は現在では全て宮マとなっている。ハワイ語で、モクパパパ、モクパーパパという語はもともと岩礁を伴う平らな島という意味で用いられていた。北西ハワイ諸島はハワイ神話に登場すると関係している。島を作ったとされるペレの兄弟が、 旅行者を守るために残された。19世紀半ばまで、クレ干渉に、いくつかの船が訪れており、その度に異なる名前が付けられていた。空アとも綴られる、このエゴ名はこの干渉を見た、ロシアの探検家が名付けたものである。1924年、公式にクレ島と名付けられ、1987年になってクレ干渉と変更された。 周囲の岩礁で座礁した船の乗組員が大勢暮れ干礁に取り残され、彼らは周囲にいたアシカ、カメ、鳥を食べて生き抜く必要があった。現在でも岩礁になどの難破船が残されている。これらの事故を受け、ハワイ国王のカラカウラは大佐を特別長官として派遣した。そして1886年9月20日、彼はハワイ政府によるこの島の領有を宣言した。 王は島に取り残された遭難者のために、水タンクと食料を備えた簡素な家の建設を命じた。しかし食料は一年もしないうちに奪われ、家はすぐに廃墟と化した。歴史上ほとんど無視されてきたが、第二次世界大戦中は、米国海軍がミッドウェーより度々訪れ、巡回していた。これは、日本軍がハワイ諸島の別場所を攻撃する目的で、 潜水艦や潜水タンカーから放たれた飛行艇の補給にこの島を利用していることがないかを確かめるためであった。1942年昭和17年5月下旬から6月上旬にかけてのミッドウェイ作戦ではミッドウェイ島と同じく日本軍の攻略目標となった日本側は旧ア島と故障。6月4日第11航空戦隊司令官。 藤田頼太郎少将指揮下の航空隊、水上規模艦地とせ、特設水上規模艦上川丸、駆逐艦早地を、小海底第35号、海軍陸戦隊1個小隊は、ミッドウェイ島占領部隊、湯船団と分離、呉艦礁に向かった。6月5日、日本海軍は、米軍機動部隊艦載機の空襲を受け、主力空母4隻、赤城、加賀、飛龍。 総流を撃沈される。ミッドウェイ・アリューシャン作戦一時延期の決定及び退避命令により、航空部隊はクれ干渉占領を断念し、反転した。同日、空母飛流から、ミッドウェイ島爆撃のため発艦した、飛流航空隊、指揮官、友永長子隊員、0式艦上戦闘機9機、中島九97式艦上攻撃機18機の、うち、菊池六郎隊員、 第二中隊長が地上からの対空砲火、もしくは米軍機による攻撃を受けてクレカンショー付近に富士した。この機は、米国のミッドウェイ軍事施設破壊を目的とした、日本軍による初期の攻撃に関与している。日本側の認識では、菊池隊員以下3名は、旧アシマ、クレカンショー付近の海面に富士して戦死したことになっている。だが3名は生存していた。 菊池中隊長と谷名の乗組員、飛行兵装長の湯本と美、一等飛行兵装の樽崎博則は上陸したが、アメリカ上陸部隊が彼らを捕らえようとしたとき、彼らは捕虜となることを拒否して殺されたかまた実決した。クレカン賞は、太平洋ゴミベルトから瓦礫を運び出す、主な海流の中に位置していて、漁業用の網や大量のライターなどが、 島内に漂着している。これが、島内の動物、中でも鳥に対する脅威となっていて、胃にプラスチックが入った鳥の死骸がよく見られる。1998年10月16日、遠洋漁業船のパラダイスクイーン E、隠れ観賞グリーン島の東端で座礁し、回復措置が取られるまでに約4000ガロンのディーゼル燃料が流出した。 南パ線の破片が長年にわたって、岩礁や海岸を汚染し続けており、野生生物を危機にさらし珊瑚礁を傷つけている。北西範囲諸島に生息する環境に敏感な、生物がこの長期にわたる汚染によって危機さらされている。より確実に生物を保護するため、国際海事機関は、国立パパハナウモクアケア海洋遺跡、パパハナウモクアケアマリーンナショナルモニュメントを、 特別敏感海域、パパハーナウモクアーケアマリネナショナルモニュメント、スッサに指定した。さらにその地域への出入りを避けるため、特定敏感海域から10回里以内に設定した、要報告区域に船が出入りする際、選手はそのことを報告することになっている。これは、海難事故に素早く対応できるようにするためである。1960年から1992年まで、 アメリカ沿岸警備隊ロラン局がグリーン島に設置されていた。海外警備活動のため島内には、サンゴでできた短い滑走路が建設されたが、廃棄され現在は使えない。定住者はいないが、以前はホノルル軍の一部であった。1981年には、州立野生生物保護区となった。1993年より、特例干渉管理局からのボランティアが、 より自然な状態に復旧する手伝いをしている。ガクレカンショーへの公開映像を制作し、2006年に初めて放送された。2010年から森林野生生物科が通年でクレカンショーに駐在するようになった。クレカンショーは特に離れた場所にあるので、アマチュア無線の遠距離通信の対象となっている。クレカンショーからヨーロッパに至る電波の経路は、ちょうど、 北極上空を通るので、クレカンショーの遠距離通信は、ヨーロッパのアマチュア無線愛好家の中でも特に人気がある。DX センチュリークラブでは、ハワイ州の本土との間に、ハワイ州に属さないミッドウェイ島があることから、独立エンティティとなっている。2017年3月31日に一旦、現行リストから削除済みリストに移されたが、同年5月11日に元に戻された。 クレカンシとの遠距離通信例を以下に記す。自然が多く残され、様々な海鳥の生息地となっている。モンクアザラシやアホウドリの繁殖地がある他イカナゴの群れなども見られる。海岸には多くのハワイモンクアザラシ、モニカスショインスロンディが上陸している。クレカンシの珊瑚礁周辺の水域数箇所で、を含む27種の高質珊瑚礁が確認されている。 サンゴを食べるオニヒトでは、クレカンショー周辺の東部サンゴ障害を部に生息していて、北西繁イ諸島の中で最も密集している場所になっている。クレカンショーには、この他にも極秘動物、軟体動物、甲殻類など様々な無脊椎動物が生息している。1923年による調査では、35種の昆虫が確認された。 クレカン症の海岸近くにある海やサンゴでは多くのイルカ、サメ、アジ、ヒメジ、ウツボ、希少種などが泳いでいる。グリーン島には何十万羽の海鳥が生息し映像しているが他の鳥類はここ以外の北西ハワイ諸島の島々に比べると少ない。クレカン症はハワイアザラシが子育てや休息を行う上でも重要である。1960年代には 沿岸警備隊駐屯地からの人為的格乱が増加したことによりアザラシは減少したが近年は再び増加しているグリーン島には13種のイカンタバ植物が生息している殻の高さになる草とベラカの植物がたくさん生えている長い緑色の葉が影を作り花と実は島の白い砂丘を覆っているグリーン島にはもともと ハワイ諸島にはいないアリの一種が多数生息し、島本来の生態系を脅威にさらしている。この島に生える侵略的な気化植物には、貝殻虫が繁殖していて、このアリはのこの虫の体液を餌としている。さらに、この島は太平洋の主要な海流中にあるため、何トンもの漁業網や海洋デブリが、サンゴ礁や海岸に流れ着き、アザラシ、ウミガメ、ウミドリ、魚、 エビの生息を脅かしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。